ゆるかチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、またガンプラを買いました。こちらです。ゆるかチャンネル。はい、買ってきました。こちらを一緒に買ってきたんですけど、マーズユニットの方がですね、このウェポンがなかったんですよ。で、近くのショッピングモールに行ったので、そこで店員さんに聞いたんですね。マーズユニットの方のこのウェポンはないんですかって。そしたら、まあ店頭に置いてある分だけしかないんで売り切れですねって言われたんですよね。アマゾンの方で本当はビートルユニット、マーズユニットのこの武器セットを買う予定だったんですよ、本当は。そしたらですね、これがですね、だいたい600円ぐらいするんですよ。本当ならこうセットになっとってもおかしくないと思うんですけど、こう分けてあってですね、まあ600円ぐらいするんですけど、マーズユニットの方もですね、あんまり変わらないか、ちょっと高かったぐらいだったんですね。それがですね、アマゾンで見たらですね、1000円超えてたんですよ。それも店員さんに話の流れで言ったら、そのマーズユニットのその武器です、武器の方だけプレミアがついてるとかついてないとかいう話になりまして、なのでそういう話を聞いたので、今回はマーズユニットを飛ばしまして、ビートルユニットを作りたいと思います。はい、完成しました。ビートルユニット、正式にはビーナスアーマーですね。こちらです。緑の成型色ですね。こんな感じですね。それとアースアーマーですね。こっちに比べるとパッと見はですね、変わらない、色が違うぐらいにしか見えないんですけどね。こんな感じですね。で、本当ならですね、コアガンダムもちゃんと G3 カラーを作らないといけないんですけど、時間が足らなかったので、こちらの R3 ガンダムの時に作りましたコアガンダム、こちらを使っていきたいと思います。ただですね、コアガンダムを出してる時にですね、後ろのバックパック、このビームサーベルとかがついてるところがですね、ビームサーベルが折れちゃったんですよ、ここで。で、背中だけ G3 カラーのパーツを使ってます。取り扱い注意ですね。ゆるかチャンネル。さあ、それではですね、変形させていきたいと思います。あ、その前に、こちらのですね、オプションのビートルウェポンズ、そちらも写しときますね。こちらです。こちらがですね、はい、こちらがですね、このビートルユニット、ビートルガンダムに変形した際の装備品になるんですけど、こちらからビームキャノンと、こっちがミサイルポット、そしてこの2つはホバーユニットになってるそうです。そしてこちらの武器がビームバズーカになるんですけど、これ単体でも取り付けはできるんですけど、コアガンダムの持っているスプレーガンですね、こちらと合体してビッグビームバズーカというものになるそうです。はい、こんな感じになりました。これを、まあ、装備すると。まあ今これで装備してもですね、ちょっと違和感はあるんですけど、ああ、ほんとバズーカって感じですね。こちらのビートルウェポンズは、ビーナスアーマーに取り付けもできます。ちょっとフル装備にこっちをしてみましょう。
ここもランドにつけて、でこれを後ろに接続して、でこれがつながりとつける。はい、完成。さあこれでヴィーナスアーマーがフル装備になりました。すごいですよね。こうしちゃうと全然迫力がアースアーマーと比べても違うと思います。それではコアガンダムと合体していきたいと思います。デルタチャンネル。はい、できました。変形完了。後ろのビートルウェポンズがなくてもかっこいいとは思うんですけど、ここまでするとさらにかっこよさが増しますね。いやいいですね。全身武器庫みたいな。あーいいですね。デルタチャンネル。はい、今回のビートルガンダムどうだったでしょうか。本当はマーズガンダムの方もですね買いたかったんですけど、最初の方に言いましたその武器セットがですね今ちょっと置いてなかったので、一緒にそれとセットで購入してから紹介したいと思います。それでは今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。